プレーン増加が多い分強いので、うん、まずスターシティゲームズの大会も優勝してましたしね、うん、さあマリガン・シャハラン選手キープしてスタートです。さあしかしウエストベイルスタートというのはちょっと気になりますね、うん、ここでハンガーバックウォーカーですね、搭載歩行機械で、一方の新井選手はドラゴンを狩るものが出ていますね。そしてスレベンの検査官、さあこれはかなりいいスタートですね。グリフがついて3点パンチ、さあ原根くんも土地は引きましたね。一旦目原根くんが平地じゃなくてウエストベイルから置いたのはこの土地を引いた時に備えて平地を手札に取っておいたんですけど、ちょっと一旦ずれてしまった。なるほど、ね。まあ、ただ色マナちゃんと引けたんでまだまだ分かりませんね、うん、さあここでサリアの副官ですね、カウンターを乗せていきます。さあ地上が殴るかどうかですね、うん、アタック2体とも行きましたね。まあ、そうですね、このターンだったら 2-2 なので一方的に勝てて飛行が2体出るだけと、うん、ここはスルーして財宝11に減らしました、うんね、原根選手。さあうん、まあ、手札の泥棒化の命令を使うか、ニッサの誓いから森を探しに行くか。まあ、今ちょっとあの、どちらのタップインランドもタップインで出てしまうのでもう純粋に森しかないんですが、まあちょっとここはね一旦の遅れはちょっと許せないんでもう探しに行った方がいいですね、うん、さあ無事に森はありました。さあそしてこれをそのまま場に出して、これなんとか反撃をしたいところですが、手札には網走も控えているので、うん、まあ、このターンをドロモカの命令を駆使してやり過ごして、次のターンまたはその次のターンに網走までつながれば、うん、さあここはドラゴンを狩るもののみでアタックに行きます。でドロモカの命令、さあプラス1とエンチャントサクリファイスと格闘を選んだ。なるほど。ああしかしここでこれは一番嫌な対処法ですね、うん、さあ土地が引けるか。土地が引ければアバシ、お、ここでタイムですね。停滞の罠ですかね。そうですね、はい、先ほどの。さあこの露骨な網走構えに、うん、そうですね分かっていてもなかなか突っ込みづらいというか突っ込めないですね。突っ込めるかどうかですね。もう手札次第なんで、うん、突っ込むほどに余裕があると、うん、さあここでキテオンも場面追加、そしてセレブの検査官、うん、
さらに副官を育てていく。これは突っ込めますね。突っ込めますか。バッタリ。まあ、原根選手としてはアバシンがひっくり返るそのハンガーバックゼロだったり何かしらがないと苦しいですね。さあ残りが3ですかね。さあ事実上これが大将のラストターン。どうでしょう。搭載歩行機械 X0 だとかなり逆転ムードなんですが、または悲劇的な傲慢あたりですかね。の搭載歩行機械はパッドに持ってるように、すごい水滅打ちたくてうずうずするってコメントがあるんですけど、つむさんどうですか、この盤面はうずうずしますか。打ちたいですね。コントロール能的にはうずうずする。2マナタップで首絞め歩行機会ないか。さあこれでターンを返しましたね。ここでサリアの副官でゲームセット。というわけで、準々決勝は、見事新井俊一選手が勝利しました。おめでとうございます。もうかなり綺麗に回りましたね。これぞ白タン、すごいですねこれ。爆